市の職員や関連団体の方から行政情報や活動内容について伺う広報藤沢 TV のコーナーです。今回はよくある消費者トラブルについて伺います。スタジオには藤沢市消費生活センターの大井彩子さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今回はよくある消費者トラブルということでお越しいただきましたが、市役所にそういうことを相談できるところがあるんでしょうか。はい、消費生活センターで相談に応じています。藤沢市消費生活センターは湘南 ND ビル6階市役所市民相談情報館の中にあって、消費者と業者の間に起こったトラブルについてお電話か来所でご相談を受けています。対象は市内在住在勤在学の方で、予約は一切必要ありません。では最近多いトラブルというとどういったものがあるんでしょうか。はい、インターネットで動画を検索していたら料金表示がなかったのに突然料金請求画面が出てきたというような、インターネットに関係したトラブルが多くあります。それは怖いですね。はい、インターネットで契約をする場合、契約前に料金を消費者に分かりやすい形で2度表示するという定めがあります。料金表示がないような場合には契約自体が成立している可能性が低いので、業者には連絡をせずに様子を見てください。ではとりあえず放っておけばいいんですね。はい、ご不安な場合や迷われる場合は消費生活センターまでご相談ください。わかりました。でも最近は公的機関を名乗り電話をかけてくる詐欺も多いと聞くんですが、そういった場合信じてしまいますよね。はい、市の消費生活センターや国民生活センターなどの公的機関を名乗ってご相談を受けていないのに直接電話をかけることはありません。ご相談事はないですかと聞かれたり、あなたの個人情報が流れているので削除しましょうかというような、いろいろなパターンで電話がかかっているようです。話をしているうちに何らかの料金を請求されることがほとんどです。金銭を請求されるということはありえないですから、やはりそういった電話は不審に感じなければならないですよね。はい、不審に感じていただいて、きっぱりと必要ありませんと断って電話を切ってください。わかりました。では他にはどういったトラブルケースがありますか。マイナンバー制度を開始に便乗した不審な電話がかかっているという報告が上がっています。これはまだ制度についてよく理解できていない方が多い中ですから、かなり悪質ですよね。どういったことに気をつければいいでしょうか。個人情報を聞き出したり、お金を請求するような電話がかかる可能性があります。公的機関が電話で個人情報を聞いたり、お金やキャッシュカードを要求することは一切ありません。そういう大切なことは電話で聞かないですもんね。名前やマイナンバーを貸してほしいというのは詐欺の手口です。安易に個人情報を伝えないようにしてください。わかりました。ではこのようなトラブルに遭わないために、この手口の事例などを知っておくためにはどこに行けばいいでしょうか。消費生活センターへご連絡ください。平日午前9時から12時、午後1時から4時の間、お電話か来所で相談を受けています。消費生活センターでは消費生活講座や皆様のお近くに出向いて講座を開く出前講座も行っていますので、どうぞご利用ください。わかりました。大井さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。